はい、どうも皆さん、けじおです。ということで、今回は2周年のね、記念イベントっていうかな、まあ、2周年のイベントが来ましたので、まあ、ちょっと遅いけどやっていこうかなっていう感じですね。はい、まあとりあえずお知らせですね。見ていきましょう。結構言うことありますね。のでまあもうちゃっちゃかいきますけど、はい、まずイベント限定復刻ガチャが、来てますよと。3月15日メンテナンス後から3月27の13時59分まで優勝限定1人3回星5限定ガチャということで、1周年の時のクオンちゃんと泉ちゃんが、はい、ピックアップで来てます。こっちは、星3限定じゃなくて、イベント復刻限定ガチャですね。去年の1周年のやつ、クオンちゃん泉ちゃんが星5で、星4がややちゃんということで、はい、去年のやつが来てます。イベント限定ピックアップガチャ前半開催、これ今回のやつですね。2周年の来てますということで、カザーちゃんとなんとひかりちゃん、まあでもよう考えたらそうか、その去年の1周年イベントって制裁クオンちゃんだけやったような。うん、でササラさんが配布かな、でややちゃん星4、泉ちゃん星5って感じになってたんで、あと残り3人の制裁が来てなかったよな。だから今回カズハちゃん、ひかりちゃんが前半できて、後半にミクちゃんで、配布に辰巳ちゃんかな、うん、今回のイベントのタイトルにも、いる辰巳ちゃんがもらえますということで、まずは星5のカズハちゃんですね。特殊タイプ読んでいきます。新武将映画2周年、カズハは相手の攻撃を1マスにとどめ、カウンター攻撃両方で猛毒を与える特殊タイプの武将です。戦闘開始前から極化集中と挑発が発動しており、相手の攻撃を自分だけに集中させることができます。猛毒は攻撃時とカウンター時どちらでも発動するので、相手の陣形が猛毒だらけになります。なるほど。で米印に、極化集中は国取り戦、連合戦、連兵場でのみ発動します。極化集中は強化完全解除で強化されますが、その際の攻撃範囲は効果が適用された状態となります。なるほどなるほど。てか範囲も広いな。うん、結構広範囲で特殊攻撃してくると。はいはいはい。猛毒、攻撃毎ターン上昇、毒カウンター猛毒、極化集中挑発、追加ダメージ減少バリア、あーということでね、結構嫌がらせしてくるタイプのあれですね、特殊タイプっていう感じで。なるほどなるほど。でまあ説明にもあった通り、相手を猛毒だらけにすると。なるほどね。攻撃を してなくても毒を食らい続けると。で星4のひかりちゃん、攻撃タイプですね。新武将映画2周年光は攻撃タイプに追加ダメージを与え、大やけどを負わせる攻撃タイプの武将です。毎ターン上昇していく高い攻撃力を持って、会心の一撃で攻撃タイプに追加ダメージを与えます。相手が生存していても大やけどでさらにダメージを与えます。あ、かわいい。いいですね。なんか今回毒とかやけどとかそういう感じなんか。じわじわ系。うん、なるほどね。会心の一撃、気絶、被ダメージ上昇、大やけど、攻撃毎ターン上昇と。はい、なるほどね。うん、で、イベント今来てるやつですね。応援2年期辰巳初上洛の宴ということで、はい、3月15から3月27、13時59分まで、で、20日にも、後半が来ますということで、これあげるんが20日じゃないかな。だから、これが上がってる頃にはもう後半が来てると思うよな。ああ、なるほどな。まあまあいいでしょう。あらすじ、辰巳が上洛してくることになった。都での辰巳の案内役を引き受けるのは、健介、光、そしてミク。果たして、カザオとの顔を合わせはつがなく終わるわけないよね、と。これだから、世界線的には EX の1が、辰巳ちゃん出てきたやつやから、
EX1 の後ってことでええんかな、一応。俺だから EX やってないからさ、まだ全然分からへんのよな。あ、多分そういうことでいいんよな。うん、知ってる状態で来てるはずやから。うんうんうん、なるほど。で、優勝限定恋、1000恋くじガチャ、これ去年もあったやつよな。なんか優勝ガチャにくじがついてて、うん、今回新たに特賞が追加されましたということで、特賞1本石の数がえぐい。なるほどね。まあ買って損はないんやろうな。優勝石3000を消費して1人3回まで引けて、いっちゃん外れでも、まあ、無償やけど3000もらえるから、石の数で言うとまあ損はせん。無償か優勝かっていうのがあるけど、特賞やばいな。なるほどね。22万って。結構もらえるな。なるほどなるほど。で、これが3月26日までやってるんか。ぜ、今まで見たやつより1日長いんや。まあ終了2時にご注意くださいと。今まで見たやつ、あ、より短い、ごめん、うそやわ。今まで読んだやつが3月27までなんやけど、くじ引きが3月26まで。1日短いですね。なんで、注意しましょう。はい。あと2周年アップデート実施ということで、あ、実装か。うん。お守り用コンテンツのカテゴリーごとに装備できる。あー、なるほど、なるほど、なるほど。試練ではこれ、国通りではこれ、撃退戦ではこれみたいなのができるようになったんや。あー、なるほど。はい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 。こういうのができるようになりました。で、そう、なんかね、新しいなんか装備みたいなのが増えてて、秘技聖域っていうのが追加されてて、1日3回まで勝利することができ、勝利すると武将に刻印が付与されます。うん。で、なんか、曜日ごとに、この子はできる、この子はできる、この子はできるみたいなね、あの決まってるんよな。何曜日はこの子みたいな。で、確か日曜日は全員いけるんやったっけな。うん。あ、ほんで越前平定編をやってないとあかんねや。なるほどなるほど。で、武将に刻印がつけれるようになりました。まあなんていうかステータスが上がりますよみたいな感じやな、つけてると。まあなんで積極的にやっていきましょうと。うん。で、武将所持枠が2000枠まで拡張できるようになりました。お守り所持枠が1000枠まで拡張できるようになりました。で、武将名の表現を通称のみフルネームで切り替えれるようになりました。はあ、なるほど。これ光って出すんか。武田晴信、武田光晴信って出すのかみたいなこと。これまだちょっと見てないで分からんけど、多分そういうことやんな。うん。で、あとアイコン、合戦 SD の表現を基本覚醒で設定できるようになりました。あー、自由に変えれるんや。なるほど、なるほど、なるほど。はい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 。撃退戦、神秘参加の時、ホームの通知領域にメッセージが表示されるようになりました。デイリー任務、北条の地を2回勝利するを、北条の地、秘技聖域を2回勝利するに変更しました。あー、なるほどね。北条の地でもいいし、新しく追加された秘技聖域の勝利でも OK になったと。なるほど、なるほど、なるほど。で、あとは、お守りの強化、精錬、強化中に、所持銭数や、寄付打数が表示される。あー、はい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 。今までなかったな、確かに。で、ホームの新しい BGM 追加されました。武将詳細、名鑑などの人物詳細にて、武将名に振り仮名が表示されるようになりました。これありがたいなぁ。これありがたいです。はい。いや、あとちょっと、その設定でできるようにしてくれたら嬉しいんやけど、そのイベント中の読み物にもね、振り仮名振ってほしい。それはちょっと設定でオンオフでいいんやけど、それちょっとあるとだいぶ嬉しいかな。うん。個人的にね。で、2周年キャンペーン開催ということで、2周年記念無料10連ガチャということで、1日1回、
10連ガチャを引くとかでことができます。12回まで引けるので最大120連無料です。でガチャの排出武将はイベント限定復刻ガチャに登場した武将を含むラインナップ、ただしコラボ武将セレクションガチャのみに登場した武将は含みませんということで注意が必要です。はい。で毎日5時にリセットされます。引いた回数が12回未満であっても開催期間終了以降は引くことができません。なので毎日引いてください。詳しくは定期割合をご覧ください。2周年記念ログインボーナス、意志とスタミナがもらえます。合計で意志が無償3400、スタミナが1500獲得できます。ログインしましょう。でお得な福袋売ってます。これも福袋かな。うん、福袋が売ってて、こっちは意志プラス天下統一武将確定ガチャチケット、これいいな。へえ。1万ポイントで意志が2、無償と優勝1万ずつついてて、極意の読み上げもついてて、天下統一ガチャの武将が、これはランダムなんかな、選べるってわけじゃなくて、まあ、どれかが出ますよということで、これはかなりお得ですね。うん、選べるんやったらえぐいけどな。まあまあ多分どれかが出るんでしょう。まあ全員強いんでね、うん、誰が出てもええっていうとこあるから。はいはいはい。で天下統一ガチャ、天下統一武将確定ガチャチケットは有効期限が4月30日、有効期限があるので注意しましょう。でその他いろんなお得な福袋が売っております。はい。あとはランキング1位獲得記念、ああゲームのランキングで1位を取りましたんで意思が配られました。国取りが開始されました。日時はこんな感じとなっております。はい。人気投票最終経過発表、わーということで1位はひなちゃんでした。惜しかったなーそっか、まあしゃあないそういう風潮あったからな、ずっと。うん、クオンちゃん、クオンちゃん、カザーちゃん、ミクちゃんってきて、でシノちゃんかってきてて、ひなちゃん、まあこの順番がずっとねもう来てたんで、もうこれはしょうがないっすね。うん。で2位ひかりちゃん、3位泉ちゃん、泉ちゃんがだいぶ来てるな。なるほどね。で新武将やと辰巳ちゃんも、10位以内にランクインしてきてますということで、いやもうこれはちょっとね、次回ですね。はい、次回はもうもらったようなもんですね。ということで皆さん次回はひかりちゃんに絶対入れましょう。はい。まあ各ランキングはこんな感じ。やっぱいつ見てもゆうきちゃん低いんよなしんすけとかこへいたとか斎藤ひだより低いからな。なるほどね。まあこんな感じとなっております。で殿堂入り武将はさっき言った面々やね。うん。でまあ今後1位を取ったひなちゃんはこの上の4人と一緒で、まあ別衣装で追加されますよということで、うん、まあいつかは来ます。はい。これぐらいかな。あとなんか不具合がなのは、うん、まあ各自で見といてください。はい。ということでまあだいぶ言うことがいろいろあって、まあはしょりながらでしたが説明していきましたということで、イベントの方ですね。はい、見ていきましょう。辰巳ちゃんのさことそんなに知らんねんけど、まあ事前情報として入ってんのは、まあ、中二病キャラっていうのと、あとなんか、なんて言うんやろ、連合の子たちオタクっていうの、なんかさ、クオンちゃんとかミクちゃんとか、カズハちゃんとか、ヒカリちゃんのことがめっちゃ好きみたいな。なんかそんな設定なかったっけな、なんかあったよな、連合の子たちがめちゃめちゃ、ファン、めちゃめちゃの子たちのめっちゃファンみたいな。うん。そんな感じの。
イメージがありますね。はい、まあ、僕が知ってる辰巳ちゃんはそのぐらいなので、まあ、とりあえず見ていこう。いや楽しみどういう感じになるんやろ。辰巳ちゃんが上洛してくる。やっぱ健介くんが辰巳ちゃんって言ってるってことはもう知ってるってことやんな。それは久方ぶりに顔を出した二条城でのことだった。辰巳ちゃんことあーこれね、むつ、え、むつとかやったっけ。忘れた。まあ伊達政宗やんな。王治める伊達辰巳政宗は、少し前に奥州仕置きと呼ばれるようになった一連の事件で連合に加わることになった東北の大名だ。これは多分EX のちょっとしたネタバレなんかなこの少し前が多分 EX なんやろうな確かに陸奥を出るとき、いつか上洛して数早く王に挨拶したいとは言っていたけど、正直もっと先になるとばかり思ってた。うむ、先日書状が届いてな。どうやらそういうことらしいあのね、まさかそれで私たちまで呼び出したわけ。暇じゃないんだけど。どうだ、我はカザハのように知らん者ばかりでは政宗も緊張するだろう。させとけばいいじゃない。あの子クオンのことをだいぶ気に入っているみたいだから、それこそ双葉様を見た浅井のみたいになるんじゃないの。あ、クオンちゃんのことが好きなんか、辰巳ちゃんはそうなると困るからお前たちを呼んだんだ。ちょくちょく京に都に顔を出しているミクたちにとって、ミクたちと違って辰巳ちゃんはガチの都デビューだもんな。あーなるほどね、初めてやもんな。うん、それに辰巳ちゃんクオンのことをものすごくリスペクトしてるから、実際会ったらどうなるか、クオンが、あ、ミクが言うくらいで済むのか、それ以上の何かが起きるのか、正直想像もつかない。けどっていうか、そういうことならせめて呼びつける前に言いなさいよ。こっちの心の準備や対応ってものが。どうした？さっきからずっと黙ってるけど、あんたはいいの？いいよ。構わない。辰巳の失態は連合の危機。何を突拍子もない。いやー、まあそうか、まあもう連合に入った以上はそうよな。そうなんだよな、もし何かとんでもない失敗でもしたら、それこそ辰巳ちゃんのトラウマに、ひいては連合と東北の関係に致命的な問題にまで発展しかねないそれとまだあるの？光とミクが断ったら、ぐ、光の一言にミクはちらりと冗談の間のカズハを見て、カズハもその視線に重々しくうなずいてみせる。はあ、しょうがないわね。あんたたち貸し一つよ。貸しにするんやあーあー、いいやん。ちょっとだいぶ怪しいけどな、衣装へえ、思ったより動きやすいのねカズハたちとの話し合いの後、俺は無言のミクに引っ張られて二条城の一室へと押し込められていた。何事かと思ったら衣装合わせか。あの子が来るんなら歓迎の宴くらいするんでしょ。でもミク、ドレスって持ってなかったっけ。前に見た覚えがあるんだけどそりゃあ持ってるけど、今はみんな春日山だもの。二条城の行基も衣装が増えたものよね。他のも当ててみようかしら。なんだかんだ言いつつ衣装合わせは楽しいんだろう。ミクは行基から
別のドレスも取り出して胸元に当ててみせる。当ててみてる。どうかしら。ケンスケ、こっちはどう？よく似合ってるよ。似合うのは知ってるわよ。もっとちゃんと褒めなさい。ちゃんと褒めてるつもりなんだけどな。っていうか、なんでミク接待役を引き受けてくれたの？別にいいでしょ。気分よ、気分。ケンスケ君がおるからやろうな。多分。連合を割らせるわけにもいかないしね。けどそれなら光一人でもなんとか。いや、光の性格的に難しい気がしないでもないけど。私が断ったら接待役が回ってくるのはあんたでしょう。ん？なんか言った？さあ。なんでもない。ほら着替えるんだからあっち向いてなさい。そしてミクは俺の背後でヌースレの音を立て始めるのだった。うむ。あ、来た。我、降臨。おー、来た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 。このゲームやと初めてよな、こうやって出てくるの多分。いいね。降臨したね。え、本当にどのぐらいの中二病で喋んの？ちゃんと翻訳ついてる。育成層ぶりぞ、新田健介、お久しぶりですと。あ、ちゃんとこうやって翻訳ついてるんやったらええわ。ようこそ堺へ、辰巳ちゃん。辰巳ちゃんの乗った船が堺の港にたどり着いたのはクオンから話を聞いた半月ほど後のことだった。あー、結構後やったんや。相変わらず何言ってるかわかんないわね、辰巳。おお、どうした？まあ、辰巳ちゃんが身構えるのも無理ないよな。ミクとは最終的に和解したとはいえ、いろいろ、本当にいろいろあったし、この多分いろいろっていうのが EX やな。うん、まああったよな、なんか。ケンスケ殿、キエさんやったっけ。名前、あー、まあ使えてる人やな。片倉の人。うん、ケンスケ殿、この度はお嬢様ともどもお世話になります。ああ、あなたも来てたのね、キエ、助かるわ。そして辰巳ちゃんに同行してるのは彼女の側近の片倉キエ影綱さんかな。うん、辰巳ちゃんと小さい頃から一緒にいた彼女は、癖の強い彼女の喋り方を通訳できる数少ない人物だったりもする。ああ、なるほどね。さすがにお嬢様一人をこんな遠くまで使わせるわけにはいきませんから、まあ、いろいろ心配やろうしな。我が背にあるのは自由の名を持つ竜の翼。それは何者にも縛られることあらじ。私一人でも上洛くらいできます。なるほどな。うん、子供扱いすんなと。一人で上洛したいならまずその言葉を何とかしなさいよ。キーがいないと何言ってるか分かんないんだから。我が流言を返さぬとは。愚物目が分からない方が悪いんです。なるほどな。それにしてもカイロだとは聞いてたけど、堺なんだな。てっきり、出馬経由で若さに入ると思ってたけど。辰巳ちゃんの治めるムツには大きな商船が出入りできる港がない。カイロを使うには隣国出馬の坂田を使う日本海ルートか、日立か。これ日立や武蔵まで出向いての太平洋ルートになるわけだけど。ですが、その案もあったのですが、おばうえよりは人
人鬼の方がまだ、出場に入ると、よしみさんかな、あの最上の人か、よしみさんからは逃れられないもんな。ちなみに坂田を使うと、辰巳ちゃん大好きおばうえこと最上よしみつさんが漏れなくついてくるわけで、辰巳ちゃんを鬼のように猫可愛がりする彼女の構成にさらされるくらいなら、そりゃ、日立から船に乗るルートを選ぶか。反抗期だもんな。あ、そういう感じなんや。めちゃめちゃ可愛がってくる運がうざいってこと。あの女の人、なんかね、大人の女の人って感じの人よな。とはいえ、よしみ様もケンスケ殿によろしくと。そうか、なら今日はどうする？このまま今日に向かってもいいし、堺で一泊して先にこの辺りを見て回るのでも、おっと、見て回るのでもいいけど。少子、どうした？我が宿命はこの地にとどまることを許さず、天下を治めし大将軍と天魔の王にまみえることただ一つなり、早く公方様と信長公にお会いしたいです。これはなんとなくわかったわ。なんて、公方様と信長公にお会いしたいと。だったら先に二条に行こうか。ああ、なるほどな。うむ、よう来たの、伊達の。どうした？ピーって。ま、こうなるわよね。というわけで、堺を後にして意気揚々と二条城を訪れた辰巳ちゃんだったんだけど。上段の間に座るカズアとその脇に控えるクオンを前に、絵に描いたような緊張ぶりを見せていたりする、うん、あー、まあ憧れの人がいるからか。光たちがいても同じだった。辰巳ちゃん、しっかりして、辰巳ちゃん。にったけ。そこまでか。噛みすぎて俺の家みたいになってるよ。落ち着いて。無理。そう緊張せずともよかろう、正宗。ピャーって。まあ嬉しいんやろ、泣くほど。声をかけたクオンに体をびくりと震わせた辰巳ちゃんは、まさしくザットのごとき勢いで俺の背後に隠れてしまう。新田健介、我にそのこの次なる輝きは、強きに過ぎる。公方様と信長公が揃ってお出ましなんて聞いてません。死んでしまいます。なるほどな。ていうかこれアホ毛やったんや。てか髪の毛の色すごいな、今更やけど。黒、水色、アホ毛、黄色って。これあの伊達政宗の三日月のあれ表してんのかな、このアホ毛で。なんかこのアホ毛と流星の色見たら馬娘みたいやな。ああ、西吉が目の前に現れた子って本当にこうなるんだな。なるほどな。面白い娘じゃな。おい、ケンスケ、本当に大丈夫なのか、こやつ。大丈夫だよ、人見知りしてるだけだから、あまり気にしないであげて。なるほどね。いや、面白いな。こういう感じなんや。もう限界化してるもんな。いや、服。いくらなんでもやりすぎやろ、これは。何かとは言わんけど。おお、よもやこの我が天魔の王より、品を賜ろうとは。まさか私が信長公よりドレスをいただけるなんて。
なるほど。具合はどう？気になるところがあったら調整するって旅館さんたちが言ってたけど、あると思うけどな、調整するとこ。ちょっとドレスとしてはちょっと欠陥があるというか馴染むぞ。ふわははは、そうか、これ馴染むんか。大丈夫みたいです。そっか、広間での緊張ぶりはどこへやら。明日の夜に備えて衣装合わせをすることになった辰巳ちゃんはドレスを前にすっかりいつもの調子を取り戻していた。じゃあこの後はどうしようか。二条でゆっくりしてもいいし、どこか行きたいところがあれば案内するけど。ケンスケ。はい。あ、でもケンスケ君に対しては結構普通なんやな。我が望み市は闇の聖地の巡礼である。都で絶対に行きたいお店があるんですけどそうか、なんやろ。聖地、闇の聖地とは。辰巳ちゃんのニュアンスはなんとなく、本当になんとなくだけど分かるようになってきた、分かるようになってきたつもりの俺だけど、やっぱりつもりでしかないんだよな。闇の聖地って何それはですね、言いにくそうやな。いや、そんな場所なんて知らないわよ。ごめん。ケンスケが知らないなら光たちも知らない。え、闇の聖地？え、そんなんあったっけ？二条に。闇の聖地。闇の聖地。そっか、よく分かんなかったからミクたちにも聞いてみたんだけど、闇の聖地とやらの場所は分からないままだった。闇の聖地か、なんか二条にそんなんあったっけ。まあ、聖地って言ってるぐらいから多分本編でクオンちゃんとかカザちゃんとかが行った場所やと思うんやけど、鬼と戦った場所かな、闇の聖地。はあ、まあミクや光もちょくちょく来てるとはいえ、そこまで都の土地勘があるわけじゃないもんな。それやったら多分ケンスケ君のが詳しいやろうな。闇の聖地は日されし場所、竜や虎とて資格なき者はたどり着くことかなわず、越後の竜や甲斐の虎も知らないとはさすが聖地ですね嬉しそう。なんじゃお主ら、そのようなところに固まって。あ、出たカザーちゃんはダメなんや、そのピッてなるんやな。ああ、カズハ、辰巳ちゃんが聖地とかいう場所に行きたいんだって、知らない？ケンスケ愚問じゃな。都はこの世の庭じゃぞ。我が庭に知らぬ場所などあるものか。おう。にったけまたにったけになってる。だからまた家みたいになってるって。そのようなことよりも、なぜなぜあ、ついてきてくれてるんやお主が求める聖地てらはこの通りの向こうじゃろう。あ、わかるんや。天下に名をなす剣豪将軍が我らの導きを、どうして久保様が私たちの案内役をしてくださってるんですか。うん、今のも大体わかったな。いつもの調子で都を練り歩くカズハを前に、辰巳ちゃんだけが生まれたての小鹿みたいにプルプル震えてた。まあ憧れの人やもんな。まあ、クオンちゃんもそうやけど、まあ、カザーちゃんも。辰巳ちゃんの行きたい店を知ってたから。あ、それか店か。あー、闇の聖地。なんか中にアイテムを売ってるような店があるんか。いいな。それは理由にあらず、そういう問題じゃないです。気にしないでいい。
案内するって言ったのはカズハ様。けど、さすがに緊張しすぎじゃない？クボったってあれでしょ。一応というか将軍ぞ。言っちゃ偉いんやで。みんな忘れてるかもしれんけど、征夷大将軍であるぞ。そうやで。言っちゃ偉いんやで。仕方ないだよな。尊敬してるのもあるんだろうけど、辰巳ちゃん多分身内以外で自分より偉い相手に会うのって生まれて初めてだろうし。あーなるほど、結構な箱入りなんかな。生まれながらにして伊達家の後継者に決まってた辰巳ちゃんだ。うん、自分より明らかに偉かったのは伊達家の先代くらいで、出羽を恥納める吉見さんや日立のアゲハだって国主という格で言えばほぼほぼ同格。あとは関東官僚にはあんな塩らしい態度見せなかったくせに。あ、でもそうやんな。そうやったらミクちゃんの方が偉いことになるんちゃうの。でも関東官僚といってもミク。あのね、あんたは黙ってなさい。カザーちゃんに対してさっき自分が言ってたやん。けど格上格上って言うけど、あんたも奥の一員ならカズハやクオンもある意味同格なんだからね。あー、じゃ、ちょっと待って。どこになんの、辰巳ちゃんは。まあ制裁んー、どうやろう。の次にあんのか、側室とかになんのかな。制裁ではないんかな。いざよいちゃんとか、あとは、そんな、いざよいちゃんも今、国主やけど、制裁じゃないもんな。どうなんやろう。立場的には、その辺も言ってたりするんかな、EX で。あ、それ考えないようにしてたな。辰巳ちゃんはまた表情を引きつらしてる。もちろん細かい序列で言えばクオンやカズハの方が上なんだろうけど、ざっくりしたカテゴリーで見れば明らかに辰巳ちゃんもクオンと同じ性質の一員なんだよな。あ、性質なん？辰巳ちゃんもクオンと同じ性質の一員。あ、辰巳ちゃん性質なんや。へえ、でも性質と制裁は違うか。え？いや、でも一番上じゃないの？性質って。どうなのじゃ。辰巳よ、お主の言うておる聖地とはここであろう。おお、そんな話をしている間にカザーが案内してくれた辰巳ちゃん曰く、辰巳ちゃん曰くの聖地とはなんやろ。なんか嫌味のショップみたいなのあんのかな。おお、あれぞまさに約束の地。我は無限の祝福を手に入れた。都の聖地があんなに素晴らしいところだとは思いませんでした。何何屋さん。カザーの案内したお店は辰巳ちゃんのお気に召したらしく、買い物を終えた辰巳ちゃんは随分と満足そうだった。あんな店があるなんて、都も広いのね。どんな店？っていうか、あんたもちょこちょこ買ってたみたいだけど、何買ったのよ、見せなさい。まあ、ひかりちゃんが絶対に見せるわけないんよな。剣豪将軍殿、我は天空をかける竜なれど、未だこの王に報いる術を知らず。久保様、このお礼はどうしたらいいですか。なるほど。ん？健介、何と言うておる。お礼が言いたいんだと思うよ、多分。うむ、しかり、合ってるんやな。よいよい、二条を預かる余が客人をもてなすのは至極当然のことである。おお、感動してる。よいか。一つ言うなら、その剣豪将軍とやらはやめんか。城南の場でもあるまいし、このような場ではいささか堅苦しかろう。だが、しかし我はこれ以外に言霊を示す術を持たず、
この言い方が癖なので勘弁してください。なるほどな。ケンスケは呼び捨てにしておるではないか。差し許すゆえ、よもカズハと呼ぶがよい。まあでも、ケンスケ君のことケンスケって呼んでたら、もう他の子たちは、通称よな。うん。まあ、恐れ多いとは思うけど。ケケケ、ケンスケ。名前で呼ぶのも、方音の形。そういうことでいいんじゃない、カザー様。よかろう。うむうむ、それでよいぞ。に、新田健介、我の先にあるべき道が、栄光の輝ける道が、今は何も見えぬ、すべては闇の中。新田健介、私は一体どうしたらいいんですか。なるほどね。英語の訳みたいになってんな。本人が言ってるんだから、呼んであげなよ。では、その、辰巳ちゃんは改めて和葉の前に向き直ると、呼べるかな。か、やられた時の悟空みたいになってる。そう緊張せずとも良いというに、か、カズハ様。うん、まあまあ呼べたんやな。無理ってなると思ったけど、名前一つ呼ぶのも大騒ぎね。ああ我が歴帝は今こそ読めん。何これ。交流の時を迎えた。今この瞬間がこの旅のクライマックスです。絶頂ってことね。うん。残されし時を過ごす我はもはや抜け殻に過ぎぬ。新たな転生の時までしばしの。あ？何？何を？もうこのまま帰って寝たいです。なるほど、もうこれ以上はないと。辰巳、この我に、彼方よりの呼び声はもはや届かぬ。返事しなきゃダメですか。うん、なるほどね。いや違う、わかんの？違う。そもそも辰巳ちゃんの上洛祝いの宴は明日だからね。あ、そうやん、全然まだ始まったばっかってことやんな。なんだと？なんだと。多分カザーの名前を呼んだ場面がクライマックスみたいなことを言ってたんだろうけど、まだイベントは山のように控えてるし、ここで感極まってる場合じゃないんだよな。ほんまそうやな、まだ何もしてへんもんな。宴は未だ終わらずと。そもそもまだ始まってないんだってば。そうやんな。そういやそうやわ。宴がまだ明日やから、とりあえず辰巳ちゃん行きたいとこあるっつって案内しただけやでな。そういやそうやわ、全然まだやったわ。よし。いや、おもろい子やな。うわ、ちょっと EX だいぶ気になるな。いや、前も言ったけどさ、俺こういうのって EX って3まであるやん。多分3発売してから一気に3つやりたいよな。その開くのが嫌でさ、忘れるで。いや、ちょっと早うやりたいな。まあ、多分裏でこっそりやることになると思うけど。いや、だいぶ楽しみっすね。まあ、ということでガチャは、当然のように引くんで。まあ、もう正直、もう光ちゃん出てくれれば OK なんで。まあ、一応見てっけどね。まあ、もちろん、カザちゃんも出ればいいけど、まあ、とりあえず光ちゃんですね。狙うわ。猛毒5ターン。攻撃タイプへの猛毒ダメージは3倍になります。ターンごとに攻撃力 ×15% の猛毒ダメージ受け流しは発生します。はい、5ターンですね。攻撃力ターンごと上昇50ターン、ターンごとに 2% 増えます。毒カウンター永続、猛毒
こっちのドックは3ターンですね。はい。極化集中、自身がメインターゲットの相手の攻撃範囲を1マスにします。国取り連合戦連兵上のみ発生します。8ターンで挑発永続、追加ダメージ減少14ターン、火ダメ、火追加ダメージマイナス 50% 減少できない追加ダメージスキルもあります。バリア14ターン、火ダメージ 50% ということで、カザちゃんはこんな感じですね。次ヒカリちゃんです。ほいあれ、ヒカリちゃんだけロード長いなあ、入れたわ。覚醒、覚醒させるとヒカリちゃんだけロード長いなあー、いいねかわいい。相変わらず履いてないですね。はい、で見ていきましょう。会心の一撃即時、攻撃タイプの相手に追加ダメージを与えます。攻撃力 ×100% の追加ダメージ気絶14ターン、火ダメージ上昇14ターン、火ダメージ前プラス 15% 大やけど3ターン。これはあの猛毒、うん、あ違うわ、猛毒とかじゃねえわ。ターンごとに大やけどダメージを与えます。防御性能による火ダメージ減少の影響を受けません。ターンごとに攻撃力 ×30% の大やけどダメージ、受け流しは発生します。うん、でターンごと攻撃上昇36ターン、攻撃力が 1% ターンごとに上がります。はい、ということで、まあ説明は大まかにしましたので、まあ、意思はね、あのいろいろ2周年とかでもらってるんであるんですけど、まあとりあえず2回、うん、2回は引く。で3回目以降はヒカリちゃんが出たかどうかですね。ちょっとカザちゃん追うのはまあしんどいかなって感じなんで、まあ、とりあえず2回は引きましょう。まあ1回目で出てくれたらそれはもうそれで幸せなんやけど、いやどうやろうな、最近ちょっとこの前ワンコちゃん引きやん、おお勝ったしなって言おうと思ったら2つ、これはもうたなこれは歯茎を見していきます。付き合ってあげるの、光ちゃんも出てほしい。二度と、ほう、これからはずっと、お、来い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 、みんな盛り上がってる、よし勝った。いやもうこれ勝ったやろ、え、いきなりの方です。お待たせ、もう余裕があるから俺には。勘違いはしないでください。はい、時には見栄も必要であろう、銭のことなど気にするでない。勝ちました。はい、やり、もう一人はクオンとケンさん。あー、まあまあよかったよかったよかった、私が守らなくて、ね、よかった、終わり、よかった久々じゃん、こんな絵引きしたん。なんか一回あったような、前に二人出たって。あ、もうじゃあ一回でいいや。あ、よかった。神引きした。いや、前回がマジね、ワンコちゃんじゃなくて結構ショックやったんで、若干ひ、ね、ちょっと引きずり気味やったんやけど、いや、もうこれ全然いいわ。ちょっと待って。3月のスケジュールレター、見たいんやけど、はい、これが今ここやな。で23日2周年になって、あ、これか、吉野の桜は日の本市があるんか。なるほど。これが20にあるからOKOK 22後半来るから、まあ本編はまだちょっと先になるな。うん、これもやらなあかんしって感じかな。はい、ということで今回はここまでですね。いやー、もうガチャも、ね、言うことなしで、ストーリーも面白かったな。辰巳ちゃんのことを全然知らんかったから、なるほどね。まあでも中二病で話して連合の子たちに限界化するっていう、まあ、情報あったから、まあイメージ通りの子ではあったかな。面白い。うん、いや、いいですね。辰巳ちゃんなんか人気なんかわかるわ。辰巳ちゃん新キャラの中やと結
構頭一個二個抜けて人気よな。今回のあの人気投票でもそうやけどさ、結構人気なキャラよな。他のキャラに比べて、あとアゲハちゃんとか、あの辺も人気やと思うんやけど、やっぱそういう子たちより人気な気がするんで、まあ、わかる。魅力的なキャラっすね。いやマジ EX やりたい、やりたなったな。ちょ早く EX の3つ目が発売される。来年か。でも3つ目2っていつ発売された？去年？いや今年やったよな。分からんけど、まあもうすぐやとは思うんでね。3も来年になるとして、いや楽しみっすね。はい、まあ、ということで今回はここまでで、まあ、次回は後半ですね。はい、後半やっていくと思うんで、お願いしやす。ということで、今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。